あれ、あいついつの間に銀髪にしたんだ。巨人が優勝したから銀髪にしたんだってよ。ああ、巨人優勝明けだもんな。巨人優勝デビューもするか。おいお前ら、席につけ、ホームルーム始めんぞ。え、誰？巨人優勝したから校長が担任含め教師陣全員新しくしたらしい。ああ、まあ校長だって巨人優勝デビューぐらいするか。出席取るぞ。浅野、堀田、吉川、根尾、ウレーニャ、全員いるな。あれ、うちのクラスこんな少なかったっけ。巨人優勝デビューで巨人ファン以外の生徒全員退学したからね。おいおい、どいつもこいつも巨人優勝デビューしすぎだろ。ま、実は俺も巨人優勝デビューしたんだけど。え、吉永、お前の違う、巨人優勝してから吉永に代わって転入してきた吉川だ、よろしくな。うわ、マジかよ、吉永にしたらなんかおかしいと思ったんだよ。おい、巨人優勝デビューで別人になるのはやりすぎだって。悪い悪い、はあ、まあいいや、これから巨人ファン同士仲良くしようぜ。あ、ごめん、俺ゴリゴリの話は。